こんにちは、ポンポミユリです。今回はちょっと遅くなっちゃったんですけども、6月のお気に入りをやっていきたいと思います。はい、ってことでね、6月のお気に入りなんですけど、ちょっとね、私ね、6月の後半に Wi-Fi が壊れてしまって、すごい大変なね思いをしたんですけども、もう最近やっと治りまして、ちょっとねまたゆっくり動画をね投稿再開していこうかなと思っているんですけども、まず一つ目はこちらです。フランミーのダーク、こちらです。フランミーのダークモカというコンタクトレンズです。はい。で、三つ目がこちらのロレアルのルーセントマジッククッションルミエールです。はい。で、次はこちらです。こんにちは、ポンポムユリです。今回はに入ってちょっと、まあ東京に行く機会がまた増えてきたので、ちょっとね、あのお仕事の帰りとかに、あのお仕事の帰りとかにちょっとお店に寄ったりしていろいろ買ってたので、それを紹介しようかなと思います。こんにちは、ポンポミユリです。今回はコットンについてちょっとお話ししようかなと思います。というわけで、参考になる、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると嬉しいです。またグッドボタンもよろしくお願いします。また次の動画も見てください。バイバーイ。本当にこれ気をつけてって言われたんだ。しょうがない。こんにちは、ポンポミユーリです。こんにちは、ポンポミユーリです。今回はびっくりした、今回は最近使っているこのビオデルマサンビシオ H2OD っていうね、クレンジング水を紹介したいと思います。敏感肌用の、これは普通に何でもない普通の人が使うあれなんです、クレンジング水なんですけども。